お待たせしました。本日は第18期女流王座 A リーグ第5節 B 卓4回戦の模様をお届けいたします。実況は私阿久津翔太が、解説は柴田義和プロが務めます。柴田プロよろしくお願いします。お願いします。それでは対局場の準備ができたようです。第18期女流王座 A リーグ第5節 B 卓4回戦統廃の開始です。それでは4回戦開始してください。試合に吉田忠司で対局が開始されました。この4回戦の並びはチーチャから魚谷、なんちゃ中田、シャーチャ井上、セイチャ広岡の並びとなっております。まずは魚谷の親番からドラチーピンです。それでは改めまして柴田プロよろしくお願いします。さあこの4回戦、まずは魚谷が2差しのハイパーへ。あまりにも2差しあまりにも2差し、はい、はい、中田もいいですね。2メンツ井上はドラが2枚ドラドラ、ちょっと形が苦しいですよね。2刺しだ、2刺しにしか見えない。お、でも中田がもうくっつき、もうくっつきだけど単品リャンシャンテみたいなね、はい、イメージですね。広岡ドラが1枚、魚谷と中田が圧倒的に速い。テンパイケンチーピン、役はありません。ドラマチなんですね。これチーピンツモはツモですか。ツモないとサブロッキューピンのフリテンリーチとか、はい、うん、なんかタンヤウハイのチューチャンパー引いたらキューピン切りたいぐらいですけどね。そうです ねマンズのね、はい、チューチャンパーとか引いて、なんかペンチーピンと真珠みたいな手にはしたくないですね。十分まだ自力で上がれる、うん、手配に見えるんで。そうなんですよね。僕は嬉しくねえけど、とりあえずローソー短期ですか。一旦ローソー短期。現状役はありませんが2差しの変化があります。あ、これの嬉しいですね。言ってた通りのキューピンでテンプ外し、はい、あとは何がくっつくかというところです。うん、ローソー切りますか。そうですね、ローソー持ってるメリットってチーソー引いてのピンク変化しかないですよね。はい、広岡イーシャンテン、うん、これで3層切ってノベタンにしとくか、一応イーペーコを見て、はい、なんかイーシャンテン戻しのナンを1枚切っとくみたいな選択もありましたけど。さあドラドラの井上どうする。ギリ、スーピンください。スーピンが欲しいですね、大谷は。まあいいピンでも、うん、まあ高め三色と。そうね、うん、なかなかいい変化が来ない大谷。中田も全然来ないですね。そう、チートイツ残すか。急走とか来て食いたん、キューピンでも一緒か、うん、はい、なんか自力ではなんか間に合わなそうな手ですよね、井上さん。そうですね、うん、あ、これで2差しのリーチか。そうですね、はい、ピン1枚入れていい感じですし、はい、リーチに行きます。スーピンが山に2枚、イーピン1枚、なんだいい層、そうはドム筋でしたけど、はい、全然通ってなかったですねいいですよね、こういうなんか迷いなく無筋をいけるっていうのが中田さんの強さですよね。はい、何事もなかったかのように、うん、勝負手だもんっつって。さあローソーは現物ですが、四五郎を見るかどうか。うん、ウーワン切りリーチなんでワンチャンスといえど結構濃いとこですね、一番は、はい、中田さんはドライとはいえ OK ですね。どんどん E ピンは良くなっていく。しかし欲しいのはスーピンなんです。そうなんです、残り2枚のスーピンを引きたい。井上チートイツイーシャンテン、積もった高めのスーピン、リーズも3色、3900オール。魚谷大きい上がり決めました。3回戦はね、序盤リードからラスまで沈んでしまいましたが、そっかはい、この4回戦は大きい上がりでスタートできました。序盤から3
3色の構想があってそれ通りにねイーピンギリまで待ってアイピンギリまで待って、はい、素晴らしい3連休になりましたね。はい、大きい上がりです。さあ、ボタンを連チャンネルストの1曲1本バートラース1。バラバラですけど、チューンが重なったことによって、ね、上がりまでは、見えるようになりましたね。だとないですけど、仕掛けが効くと。田中さんが良かったな。はい。丸くなかった。ここはマンズ丸見え。はい。マンズだらけです。マンズだらけです。はい。さんの手はいいペコができてるんですね。はい、ドラ引いたことでこれもチーンツドラ1みたいな仕掛けて跳ねまん見えますよ。うん、カンウーワンペン3ワンとかチーのイメージですけど、はい、まあ面前型の広岡さんは動かなそうだけど、いや泣くんじゃないですか人はね人はっていうかチーポンが好きなねうちらは泣きそうですけど、広岡さんが泣くイメージはないな。この中田いいシャンテン、下もいいシャンテン、イペコ、まあ一通ドライチとかでも十分嬉しいですけどね、広岡さんの手はね。はい、さあキーハイのねウーワンが一枚切れになったんで、広岡さんも動く基準になってると思うんですけど、大行きいった。はい、ピンズなんていらない、欲しいのはマンズ。井上から3万が出るか、わー、これ井上の3万が出るのかどうかで大きく変わる。3万ドラ表示牌ですからね、うん、本当に井上の3万次第だ。広岡はさんもポンテンのいいシャンテンなんですね。あ、出ないか、出ない、ヘイベー出ないとなると広岡ちょっと難しい、難しくなると何かをイワンリャンワン重ねないとって感じですね。3は使えないと、はい、ただイワン統一落としされたところ、うん、テンパイ3万ローソー、あーでもこれでまた3万が出る未来がありますね。いや井上何引くか次第だ、現状役なし、どうなる。しかもこれ先に広岡が例えばシャーチューン重ないとかでテンパイすると3は当たりになりますから ね。じゃあ井上ファンはソーズで両面になれを願いましょうか。そうですね、まあ、数ワン引きとかだったらローワン切りになりそうですけど、マンズ待ちにしたくないですからねはい、ドラのね色でテンパイ中田リーチに行く、これは打点十分で、はい、なお狙いに行きましたね。わあ、これは3万になるか、とりあえず3万で3万だ、ヤングパワーならね現物待ちですし、はい、当然広川チーどっちの短期に受けるか、チューン、シャーは現物、安全なテンパイを取った。これチューン、チューン大丈夫か、ウォータニチューン大丈夫か、チューン危ないね、本一通ドラ7700のテンパイが広川に入っている。リャンワンも当たりだもんね、リャンワンかチューンじゃないこれ。そうですね、いやもうチューンの危なすぎる、いや全てに囲まれた大谷、危ない危ない危ない、三者転敗全てが危ない。広岡さんに当たるチューンだと思わない、まあポンはあるけど当たるとは思ってないでしょうからね。なんか選べるのこれ他に、もうだってそれ以外はリーチに対して危ないですもんね。そう、まあパーワンはそれはそれで井上に当たりか、いやまだこれは井上の上がり、ピンフドライチ2000は2300、いやこれはでも大谷としては安い方に打ちましたね、結果的には。まあまあ結果的にはそうですね、はい、井上さんもよくリーチって言わずね我慢しましたよね。そうですね、それがリーチって言ってるとねまた違う、全然違う未来だったでしょうから。もうリーチって言ってたらもうチュンの統一落としになってそうですよね。うん、そうね、はい、そしたら広岡の上がりになっていたというような一曲でした。そのね現物でよくやり手にして自分の上がりにしたんですから、はい、素晴らしい判断でしたね。はい、さあトン2曲、中田の番です。ドラスウソん？ん？
したいね。とりあえず本一は本一ですね、うん、こっちも本一だ。ソウズの本一、はい、チョンが欲しい人、欲しい人ですね。こっちはピンズの本一の人、マンズ対ソウズ対んちゃピンズ対ピンズ対ソウズか。おっとっとっと、ソウズをぶつけます。これ1位です。これアンピンから、いやこれ先にヒロカシャーとかペイ重ねたら大チャンス、超大チャンス、うんうん、うわもう嘘から切りたいけどね、ソウズの方についるんで。ドラ引いたらちょっと染めきれないね、ヒロカさんも難しい感じになってきた。さあどうなるんだこの一局は。あーチューンは、チューンは誰も持ってない。山シャーペイはシャーが1枚切れ、ペイは3社で持ってて、シャーは疲労か、クオータニが1枚ずつ。これでドラが使えるんで本日は諦めて。でも自敗も切りにくいよね、大谷さんに対して。そうですね、ションパイの1枚切れの直風のシャアが出てきた。結構スピード感を感じますね。大谷にとってはお高ぜですか、シャアは。あ、大谷さんペーチャーか、失礼。そうですね、ナンは井上と広岡もちもちですか、うん、なおさら大谷が有利か。もうイーシャンテンまで来ています。うん、層この3層切らずと、まあ、3色にも使えますしね、自身の手で。そうですね、2000点では勝負しないってことですね、自身のリーチのみの。はい、まあ、しかもリャンピンがめちゃくちゃ薄かったんですね。うん、もう7枚見え、数ワン切っ、お、イワンの方か、数ワン切っといて3ワン来た時だけ勝負するみたいな形だったと思ったんですけど、結構受け重視ですね。三層周りを一ブロックと考えてますね。そうですね、中田さんは。これはチートイツか。うん、さあどっちの自敗を切るか、ペイ切れ一枚切れの方。うん？先輩感じそう。現状打点は本一ドラ。小さい、ウダさん見た目でもう3枚ないですね、自分のフーロと2枚切れで。そうですね、うん、町としては不十分ではありますが、チューンをポンしたのは山々ですけど、出てきたらもう大体先輩でしょうからね、チューンを切った人。 そうですね、それに対してロースを切るのかっていう、チュンのポン判断が難しいところではありますけどね。はい、中田が関数層転配、井上のところに数層が重なったところです。いやチュン出たらめっちゃ難しいな、これ泣くか泣かないか問題。なんかマジそう、アクス君チュン泣く、これもし出たら、出てきたら僕は泣きます。うん、泣いて、はい、夢を追い求めて、夢を、まあ打点はね、はい、見合ってるもんね。さあ大谷にとって最後のチーソーは広岡が手にしています。数層は、数層もないですね。ないですね、お互い順から。上と広岡も天敗は苦しいでしょう。上がりがあるとしたら、大谷さんが発想を重ねて関してでもチュンを積もるみたいな。あ、そうですね、チュンがあるのか。リャンワンアンカン、スースはいないんで、お、変えない、そうです、切れないよね。
次が配定になりますね。さあこれで流局です。中田と魚谷2人転敗で流局。中田の連チャンです。そのままね、掃除1枚でプラプラしてましたけどね、よく粘りましたね。はい、この曲連チャンに成功したのは中田としては嬉しいところですよね、うんうん、めちゃくちゃ嬉しい。はい、この2曲1本バドラーチーピン。しかし悪い、あまりにも悪い。いや、ね、1つだけ、うん、うん、いいですよ、かなりいい、めちゃくちゃいい。はい、そこはまずまず、そうですね、トラは使えれば。大谷は一面2、井上が圧倒的にいいですか。大チャンス、チャンスですね。なんかあの9ピンのところをね、タイヤオンにしたいよね。したいです。サブローピンちゃっちゃって引いて、はい、でそしたら自動的に6、7、8も見えてくるんですよ。そうそうそう、はい、サブローピンください。あ、いつの上がりにくくなるからね、これはタンヤをメインにしたいね。はい、広岡がいいシャンテン、シャアは自家勢、仕掛けも効く手ですね。はい、これでいいシャンテン、9ピン切りたいぐらいだもんね。まあ3ワンなんでしょうけど、ヤンソー、酸素が悪い理由はなかったけど、マンズで2面つ構想ってことですよね。3ワンを残すってことは、ね、まだ変化を残してという手順となりました。さあそしてハイパイ苦しかった中田がじわじわと来ています。あ、ちょっと痛った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 。早くしないと中田がやってくる。来るぞ。さあこれどうする、3輪切り、うん、いやなおさらサブローピン欲しいですね、これね。6、7、8に結構なりそうなだけに。そうですね、サブローピンがダメならドラをください。ドラでいいですねこれで広岡天杯カンパーピンリーチにはいかずの判断、うん、役は、あ、そうか、シャーチャーなので役ありますね。でもなおさらリーチありますね、打点でね、はい、で上がり5000に役。あ、このパーピンはダメか。このパーピンは止まらないでしょう。これは広岡の上がり、シャードラ1、2600は2900。広岡ここは闇点で一つ上がりに来ました。さあ玉が進んでトン3玉、井上の親番です。ドラは E1、難しいんだよ、ここで1回このままで決めたいっすね。どっちがある、マンズで一メンツ、そしてお、マンズがいい感じですか。いい感じですね、行っちゃいますか、もうマンズまで。そうですね、運送チープにくっつかなきゃ、はい、マンズでくっついたら単品一平行でみたいな感じですかね。はい、そしてなんちゃの疲労化も悪くないですね。いいのがある見えで、はい、3色まで見えますもんね、十分な手配。また3はドラを重ねてチートイドラドラ構想と。そうですね、うわ、うん、いいじゃない、 Q1 でいいんじゃないの。 Q1 がなんかあんまね、 G1 パワー持ってきても弾薬にならない範囲なんで。そうですね、うん、さあ2差し差し5両方見える広岡、中田も進んでくる、ドラ切ってもメンツでと。井上本一諦めるか、こうなってくると、ね、結構嬉しいね、うん、ちょっとピンズの受けがダブりそうなんで難しいですけど、イーペーゴメでね、打点が見えるんで、はい、広岡さんのチーピンいつも嬉しいですね。2差しかメンタンピンイペコかみたいな、うん、おっと何言った、
数ピンですよ。何切りますかこれは。なんか2差し差し5問題があったね、なんか前も、はい、ローピン、ローピン、おーチーピンのイーペイ米が1枚切れたから、うん、そこのピンゾ三面茶は捨てたというところですね。イーペイ米は嫌いなのかな。もしくはイーピン引きが嫌すぎるってことですか。まあ、こうしておけばどっちかの3色には高め3色になりますもんね。なんかイーペイ米の中級打点よりもなんか高い3色がいいみたいな選択を前回もしてたよね。今日の疲労感見てて分かりました、うん、もう3色です、うん、麻雀は麻雀は3色なんです、はい、正解リーチ闇点リャンソー狙いに行きましたよ。ソーズがど高くて、はい、出るならリャンソーの方だろう作戦。リャンソーここに今やったね。はい山市疲労感全局に続いて闇点で来てますね。闇点闇点とちょっとなんかペースを変えてきました ね。これリャンソー出にくいのは分かるんだけど、ウーソーの出上がりの2000点がね嬉しくないから、はい、積もった時の最低1326が欲しいっていう理由でリーチする人多そうですけどね。はい、でもリャンソーを狙いに行くのもね効くんすよね。効きますよ、ローンされた側からするとね。そうなんです、効くんです。ウーソーちなみにこれスルーするんですかね出たら。闇店の人は思考にあるんでしょうね、はい、でもこの激高の想図でなかなかスキューになっちゃう気がしますけどね、はい、見逃しはどうするのかというところです。僕は見逃すぐらいならリーチしちゃおうよって思う派ですけど。積もった、この積ももね、ハンヤオピン普通も700-1300の上がり、こんな700-1300でいいやって思える人は、はい、いや見てんなんでしょうけど、俺は物足りないって言っちゃうんで一って言っちゃう派ですけどね。まあでもそれもいい悪いがあるんでね、はい、どっちがいいかは分かんないですけど、はい、まあ、ここは2局連続闇点での上がりとなった広岡です、うん、さあそんな広岡の親番トン4局ドラ3ピン3ピンですよ。3ピンが2枚、ただ他がちょっとバラバラなんでこのちょんちょんでなんとかしました、うん、はい、なんか単ヤオでの仕掛けも遠くに見えるような雰囲気もあります。が井上がいいですか、うん、ここはね、助かっちゃいますね、はい、井上と広岡の戦いになるのか、大谷の方が来るのか。大谷一気に中盤引きで引き締まりましたよ、うん、ギュッとギュッときたね、はい、ギュッと来るのか大谷。これドラドラだから何から泣こうかなって考えたいけど、うん、泣く思考にはなってなさそうだよね広岡さんは。確かにチーソーとかするしそうですね、うん、ドラだけポンしようかなぐらいの雰囲気を感じます、うんね、チートイツもありますね。いやーなんか大谷これ3色まで見えてきましたよ6、7、8。なんかいつの間にか中田も進んでてね、はい、皆さんもいいね丸見えで全員ぶつかるかもしれない。これはイシャンテン、ツモが伸びています。おおいい感じになってきましたよ。もう全部泣く構えでいいですか？全部泣く構えにしたいですけど、疲労かどうですか？泣かないです。泣かないですか？はい。シーソーする。しないですね。あ、出した。チーソー、チーソーするですね。ね。はい。すごいね。あ、嘘引いた。これはするしたかやりましたよ。ね。いやもう弾力の塊ですね。ね、すごいね。はい、泣かなかったことがないレベルのチーソーでしたけど、はい、あここでチーソー泣けるの嬉しいって思いながらそうそうそうありがとうございますみたいな、ね、お礼を言っちゃうぐらいのレベルだったけど、はい、ナイスタイミングみたいな。これがね6000王になるんですよね泣かない人はね、はい、さあ効率だけで言うとチーピンですけど役なしが嫌なんで、はい、C1 パー1か Q1 の選択と。中田は Q1 短期現状役なしとなっています。単品イーペイコードラドラリャウピンの2度受けリャウピン2回引けばいいってことですね。そうですね、はい、ウーピン1枚切れなんで人はウーピンを泣くんですが、いやウーピンチーはお願いしますお願いしますレベルになっちゃったね、はい、ウーピンチーはお願いします泣きたいです
いやこれウーピンもスルーしたら、うん、もう鬼ですよ、ね、鬼黒沢さん並みだよね。はい、これは黒沢さんでどうか、うん、闇店スッチーソー闇店、うん、変化もなかなかないですからね、珍しいですね、うん、ね、闇店にするならなんか9番つもぎって役なしのテンパイ取らないって選択肢もありそうですけどね。はい、中田が延田のサブローピン、高めドラのリーチです。これはリーチ見えてないことにしましょう。広岡の手ですか。そうですね、数は今中筋でしたけどね。はい、大谷ローピン掴みましたが、ここは9番の統一落とし、ウーピン合わせられるかも。井上もいいシャンペン、ね、形崩さずですね。はい、ウーピンが薄くなった何パンダ、うん、ウーワンアーピンが筋、これローピン勝負ありますね。9番現物でもドラがないですからね、いつになった時だけローピン勝負ってイメージでしょうね。はい、お、テンパイイスワン闇天ヒョイットさんは押して現物のイスワン待ち。はい、両方現物、大谷さん下手に降りるとイーワンができそうですね。はい、現状中田がサブローピン、井上がイスワン、廣岡は追いつけるのか。イーワンだ、このイーワンは井上の上がりです。ピンフ先天の上がり、現物待ちで仕留めていきました、うん、井上さんね、さばき手は決まるんですけどね。そうなんです、本手なんですよね、欲しいのは本手が欲しいんです。振り合わせが悪いというか、はい、さあ難入しました。一局大谷のエバンドはリャンマンです。まずまずちょんちょんで、まず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 満足一面つ、ドラも1枚、そこもドラ1、シパーがもちもちでしたね。シパーもちもちですか、自家製の井上としてはちょっと悲しい。評価もドラ1、チャンプを目指してますかね。はい、食もあるんで一応地雷切ってと、はい、うん、今回は結構終盤勝負になりそうですね、うん、あまり早い人はいません。おっと引き締まるね、このローピンは。ローピン見違えましたね、手が、ね、突然輝きを取り戻しましたよ。中田もいいシャンテン、はい、何かを捨てなきゃいけない、チャンタか3色が1通か何かを捨てなきゃいけない、なんか3色を捨てたアイディアンそうでした。はい、まあ1通メインって感じですか。うん、こうなると中田と魚谷が早い。これ中田が早めにテンパイしてリーチ行くと井上シャアの統一落とし危ない。お、でもこれでシャーシャーか、リャンメンリャンメンなんで、うーそーそーはなんだ、どうしてですか。サンコじゃないもんね、サンコじゃないです、シャーチャーでもないです、薄いリャンメンもないもんね、全然薄くないです。ちょっと僕は中田さんの時に呼ばないでもらっちゃいますか、はい、ちょっとこれはもうインタビューで絶対聞きましょう、気になりますね、これは、ね、シャーを狙いに行ったって感じだよね。はい、シャンポンのリーチを目指してって感じですけど、なんかちょっと一工夫入れようかなってことですか ね、 効率的には怒られるやつですもんね、これは。はい、ちょっとでも結果出すんだろうな中田さん、こういう選択肢もう分かっ、効率なんて当たり前に分かってる人がこうやるのってなんか怖いよね、はい、怖いです、何が見えてるんだろう、怖いです。いやこれちょっとこの曲何が起きるか見たいですね、何が起きるんだ。パッソーとか積もってきちゃうんでしょう中田さん。でもパッソーないね、ないですね。いやもう井上のシャアがどうなるかですよ。テンパイ6球1大谷、これは大谷の待ちが強いか、そこも変化もある。
また何を見せるのか。なんか重なったまんま1枚入れ、まだ遠いか。さあ本谷さんもリーチもありますけどね、足止めのドラなしで怖いですけど、はい、マンズがめちゃくちゃ高いんだね。そうですね。さあ2枚目のナンは広が鳴かず、ジャンプとして使っていきます。9番だ。この9番、魚谷の上がりです。ピンフ1500点の上がり。まあ、結果、何も起きませんでしたね。何も、はい、にしてても変わらないでしたね。そうですね。さあ、魚谷の連チャンですね。ナイトコンバ。ドラが、チュン。ドラが1枚ある魚谷。重なるかどうか。重ならなくてもいい。急に2面ツからの、まあまあまあ。まあまあまあ。ただ、手としてはかなりいいですね。またもチャンタなところいいですね。これいいじゃん、口。はい、いいペーコーか3色かですね、井上さん。広岡と大谷がドライチーズ、うん、重なる、どっちに重なるかでチャンスですね。はい、おお、中田が進んできた。これ、ね、このルールはやはりドラが重なったらもうすぐ大チャンスになるんで、そんなに手を崩さずに普通にドラ1枚のファンパイを持ってたら普通に進めることが大事だと思いますね。いや本当大事ですよね。なんかもうどうせドラ切りたくないからって言って崩して、そうなんですね、ドラ重なった時もう手遅れみたいなのが一番もったいないですよね。本当それ、どれだけ痛い思いをしてきたか。はい、ドラはいつか重なるかもしれないと思いながら、そう希望を捨てずにね。はい、あ嬉しくないけどいっか、進んだ。そうですね、一応いいシャンテン。さあこれで3統一拾うか、女子ゴロもあるけれども、はい、まあ1通かドラかというところにしました。さあこれで統一点も見えてくるんで、ローピンパーピーを払うかウーワンか選択になりそうですね、はい、ピンズを払っていきました、うん。これで1通のイーシャンテンの方、うん、あこれイーペコ確定させるか、広さでパーピン、チーピンと切るか。でもイーペコ確定させ、役を確定させないんで3ピンになりそうですけどね。はい、ここは3ピン切り、方は一通にしたい、うん、いらない、いらない、なんならテンパイよりも老僧が欲しいもんね。欲しいです。なんだ両ピンの受け入れもあったんですけど、はい、よく見えたということですか。お、来た大谷、これで一通かドラかのイーシャンテン、まあ、どっちでもないこともありますが、はい、気持ちは一通かドラです。これで広岡もイーシャンテン、統一のイーシャンテン、ドラ2枚ありますよ。2枚もあるの？ 2 枚もあります。ウォータニーにとってもドラ2枚です。ああ、こっちはいらないのが来た。中田にとっては全然いらない。これは何か切れてるのある？何が1枚入れ、 E1 が1枚入れ、2枚入れの牌はないですね、うん、スーソーも1枚入れか。ドラ短期を目指すなら9番、はい、うん、1通よりもドラを使って進めていきます。これでチートイツに決める牛装と、マンズのピンフ変化でよければここでドラ切りもあるか。はい、ドラドラっぽい人がいるかの精査ですか。ちょっと乱暴ですけどね、はい、まあ、ここはね
やっぱ伊達も見ながらこうするのが普通ですか。はい、中田がドラタン切り1位構想通り。はい、うん、井上天杯これは勝負いくか。ローワン切ってリーチに行く。そうですね、井上さんはなんか形ががっちり決まったら先行率が入っててもなんか勝負してましたもんね今まで。はい、まあ、なんか結構現物だったら闇天で、現物じゃなかったらリーチというような、そうですね、が多いですね。ドラ天杯とはいえ二軒リーチにドラはちょっとね無理なんで、イーソーが比較的安全そう。チーソーも筋か。はい、現物と筋。キューピンってこれめちゃくちゃいませんか。1,2,3 小山、小山5対1ですよ。5対1は5ですよ、ね、だいたい5って聞いたことありますよ。はい、5対1はいくらなんでも。でも中田さんですよ。いや中田さんだとはいえどもですよ。あ、そういうの違う。まさか、5枚ですよ。1枚減って4対1。4対1も4ですよね。そうですね、3ピンチーピンの西津は無理だな。これは魚谷は折りですか。そうですね、ドラ抱えてるんでね、はい、さあ2人の戦いになりそうです。ローピンのつま上がりの上、リーチつもピンフイーペイコー1300、2600は1400、2700。しっかりとリーチって言えたのが素晴らしいですね。はい、大きい上がりを決めました。中田としてもね、ドラタンキまでの手順見事でしたが、終わりの上の上がりになりました。追っかけリーチって言われた時点で絶望でしたけどね、はい、やだなって感じになりますけど、ね、だいたい8000点払う準備を してるもんですよね、このルールだと、はい、さあ中田の4番です。何2曲ドラワトン。ああ見たことある、すごい見たことある見たことあります、このドラドラ。始まりました、中田のターンです。さあ誰か戦えるのか、どうだ。これは金属です、残酷。これはドイツだけど捌く人じゃないからな。ウオタニドラフト1枚、ただウオタニのドラは出なさそうですね、うん、でも中田さん大チャンスで、地域で何てでもなる中ちゃんぱいだらけですからね、はい、これはチャンスきましたね。中田ビッグチャンス。もう両番もうドロドロなんでね、チュン切って目いっぱいで両番のくっつきでも全然嬉しいんで、目いっぱいにね、したいですけど、したいですけど。さあ中田進んでいくか。廣岡がどんどん進んでいきます。箱を仕掛けての上がり十分見える形。大谷はちゃんたか、ちゃんた三色進んだ。これチューン重ねての本一まであるかもしれない。おお、本一を見てチューンを残すと。さあドラドラの中田捨て牌3統一、なんかちょっと悲しい、うん、確かにこれで相当形は十分ですね。広岡両層イーソーが3枚切れか。それでも数層まで見えてないからね。なんかペンチーソ払いが普通でしたけどね、はい、ペンチーソ払いか白のトイトとしかの2択かなと思ったけど、結構ひねりましたねこの両層切りは。はい、これで9層パーソーと、うん、さあこれで広岡白のポンテンできますし、井上も初のポンテンできるという形です、うん、となると中田ちょっとスピード的には出遅れているか、うん、ただ逆を言えば井上、広岡、天杯入ってドラントン出てみたいなのもありますから ね、うん、まあ、どうなるかわからない。ハク、これは広岡がポン、サブロック9番天杯あまりにも強い。ドラが余ってて何もションパイなんで、まあ、自分が一番手っていう手配ではないんで、この手配から打つのは結構バカバカしいと思ってるんで、
受けて手順にはなりそうですけどね、大谷さんは、はい、中田はチリドイツのいいシャンテになりました、うん、さんはポンテのかかるいいシャンテもねちょっと頑張りたいんで、なお行きましたね。はい、廣岡のサブロ級は山に6枚天敗初と数層いい位置に行く、うん、初1枚切れ、はい、これも強気な選択ですね。そうですね、ドラが見えてなくて、ただここで積もったのは廣岡、白300-500の上がり、中田ドラドラの勝負手でしたが、ここは廣岡がかわしていきました。南三局、井上の親番です。ドラが小さそう、一目についています。いいぞ、チューンが重なったシゴロ、3番ください、シゴロ、あーでもいい、めちゃくちゃいいシャンテン、いいシャンテンですね、ペンちゃん両面のいいシャンテン、テンパイする前にちょっとシゴ、あのシゴロ目に変わってほしいね。はい、廣岡ドラドラ勝負で、うわめちゃくちゃいい、いいシャンテン、ハイパイいいシャンテンって多いんですねこのゲームすぐなんだね、はい、いいシャンテンのゲーム、時間がないぞ、急に時間がなくなったぞ井上さん、はい、なんなら中田の手も普通で考えたらいい方では、いい方だからね、はい、あるんですけども、あ、変わった変わった変わった、日頃になったの嬉しすぎる、嬉しい嬉しい、これで旬がでもね泣きにくくなったんで、はい、これは面前になり、面前一本になりましたね井上さんは、はい、中田さんはラス前で2500点持ちなんで、ちょっと重く中級打点決めたいですね。はい、天敗リャンピン闇点、現状で上がりはできません。なんか井上さん親の時早すぎない、あのマーメイドさん早すぎますね。確かに井上が親の時なんか辛いマーメイドなんですよマーメイドなんですよ、相撲300-500の上がり、いや井上も仕事の楽しい勝負手、ね、もらったのにまたあんたかいみたいな、はい、また来ましたマーメイド、帝王なマーメイド、はい、捨て牌一列もやらせてくれない恐ろしすぎます。さあオーラスです、南4局廣岡の絵番です。ペイ悪くはない、悪くはないですね、はい、大谷はやや純ちゃん3色みたいな感じが見えますが、主要大谷さん500銭とか積もると一人行きですけど、はい、なんか自分が上がるって手配ではなさそうですね、一番手ではなさそうな手配で、あでも井上がすごいですよ、めちゃくちゃいいじゃん、はい、井上さんは満貫積もでトップにはなるけども、でも、ね、400点浮きのスレスレの状態なんで、はい、結構無理してでも先手は上がりに切って浮いて終わりたいですね、はい、現状イーシャンテの中田はどうしますか。中田さん、まあ、中田さんも500銭積もると一人浮きだけ、あ、ん？あ、でも広岡さん沈んでるのか、そうですね、まあ、上がって終わりでいいですか。うん、まあね、これで親に上がられて大連ちゃんが一番最悪なパターンなんで、はい、上がれるのはもう安くても上がるのが普通だと思いますけど、はい、ん？一応仕事がやっとある、思いついた人は山々だけども、これは効率捨てずに、うー、ドラドラとですけどね、はい、まあ、ウーワンが2枚切れということですか、もうあるんでしょうね、はい、どうなるか、天敗スチピン現状役なし、うん、ただしごろごろちの変化がある、急か、急にしたいですね、ウォーターにどんどん進んでいく、いいシャンテン、ウォーターにどんどん進む、でもまだ
結構具形だらけだから、ね、なんか吐くも動きにくいぐらいのね、はい、あれですけど、これシャンポン展開あるか、はい、シャンポン展開チューンであれば出上がりができます。プラスチューンを積もると井上さんが沈んでしまうと、はい、いい相場紬2枚切れでした。あ、ペイが出たよ。ドラのペイが打たれて井上がポン、ペイ茶です。むしろペイ茶じゃない方が嬉しかったかもしれない、うん、初あんこだから。でもいい、しかし G1 が流れるみたいな、悲しい、悲しい G1、 その G1 欲しかった。当たりは面にはなるけれども、はい、おお、カン、ヤクヤクドライオン、ハネマンになったぞ。はい、急にトップが見えてきた。見えてきました。突然のハネマン。いやー、これ誰も落ちたくない。これは大谷はもう全中チーピンでかなり。そうですね。これで中田さんのチュンが大谷さんから打たれることはなくなりましたね。そうですね。どうするんだこれは。大谷さんもね、まさか9800なんで何打っても大丈夫だろうと思ってたら、はい、打ったら沈みがあるとこまで来ましたね。そうですね。あ、これは本一トイトイまで、なんならなんならもうマンズ切りますよねこれ。そうですね、まあ、はい、ドラ切ってる中田さんにはね打ちにくい2筋とはいえ、はい、自分が上がるためにはちょっと目つぶっていきたいですね。はい、ヤクヤク本一4、まあ、もはやトイトイいらないか、うん、無駄なリャンハン、もうリャングピン小さしてくれぐらいだよね。はい、この数層でもテンパがバレましたね中田さんも。さすがにそうですね、筋を全部いきましょう。もうはい、テンパイ広岡チーソーは筋一数ピンテンパイ、広岡も連チャンしたいところですからね。29,600持ち、ね、さんはところでチュンはイズコ、めちゃくちゃ打ちにくい間4件でも行く。いや、広岡の一数ピン薄い、新山めちゃくちゃ行きにくい。すっかり宝珠が怖い。ローワン切りやめる、えらいね。自分が沈んでるからね、はい、弾力あるね。行きたくなりますが、ね、ここでさらなる宝珠となってしまってはと、うん、まあ、手出しのローワンがあったんですよね、はい、4巡目にスワンが切ってあって、最終手出しがローアンなんで、相当ローアンは関連杯なんですよね。はい、まあ、実際はそのカンチーワン払いの、そうですね、ターツを払ってる最中のローアンだったんですけど、はい、このパワーワンをまだ見せてないことによる、うん、広岡のパワーワン折りというところ。チューンはどこ行ったんですかね。ね、全然顔見せない。あ、ここに来た、言うたらここに来た井上、これは厳しい。田さんがめっちゃきつい歯を掴んで降りてくれない限りは、うん、そうなんですよね、うん、どう、そういうことがある。さあ何を切るんだ。でもこれは中田さんの現物は3ピンですけど、 E ピンも中田さんに対してはね、通りやすいですけど、結構シビアというか、はい、ね、守りで評価して3ピンを切ったみたいな感じですね。どうした、3ピンをチーするか、9ピン9ワンは、9ワンは大丈夫そう、9ピンがまあまあ大丈夫そうか。あ、今のところ背景が井上さんなのか、違うね、背景は自分ですね。ね、まあ、チーして転廃目指してですか。9ワンはいけそうね。はい、9ワンが1枚切れぐらいだもんね。はい、あ、吐く、もっと安全に、うーん、チーワン、むしろあれですか、中田に背景回して中田さん積もっていいですよぐらいの感じで。そうね、まあ、でも広岡降りてそうですもん ね、 そうね、中田さんもチーは最終手出しがパワーワンなんで一応考えましたけど、シャンポン変化とか一応あるのか、チーワンのなさそうだからいけそうだな。井上さん、鉄板ないと沈んじゃうやつじゃん。そうですね、ただこれが背景ですね。もうないんだ。
はい、うわきつ流局中田の一人天敗で流局最後まで押し切った中田が天敗をもぎ取りました。大谷さんが一人行きになって嬉しいんだね。はい、以上で4回戦終了しました。トップから魚谷、2着井上、3着広岡、4着中田の並びで4回戦終了となりました。はい、ということで本日1回戦から4回戦まで終了いたしましたが、ご覧になって柴田さん、これはいかがでしたか。まあ大谷さんの隙のないね、麻雀で得点を積み重ねたのと、はい、あ井上さんがきつかったっすね。そうですね、相がついてこず、まあ、相手が強いのはもちろんなんでしょうけど、はい、きつかったなっていう一日でしたね。本当にね、何回マーメイドが立ちはだかるんだと。そうですね、大体親番ね、はい、あの人が早上がりで終わっちゃいましたもんね。今日も井上全部合わせて親番何分やらせてもらえたんだろうぐらいの確かに確かに、はい、感じですよね。やっぱり苦しい時ってこの親番すぐ終わってしまうというのはね。そうなんですよね、やっぱ親番で想定の積み重ねるかどうかが大きいルールなんでね、親番流されるとなかなかきついですよね。はい、ところどころね、冷静な闇点とかでね、しっかりとさばき手は決まったというところなんです。さばき手じゃないんですよね、このルールはね、勝負手が上がりたいんです。勝負手が上がりたいんですけど、上がれなかった。そうなんですよね。中田もね、ところどころ恐ろしいパワー見せてきましたね。すごいポンからの4戦オール、強引にラリアットを決めたみたいな感じがありましたけど、はい、強引な踏み込みからの決めていったラリアット。広岡も今日はかなりね、3色がかなりね、狙ってるというような、ね、3色大好きなんだね、はい、イペイコは嫌いなのかもしれないけど、はい、はい、ということでインタビューの準備ができました。井上プロです、お疲れ様でした。お疲れ様でした。本日戦っていかがだったでしょうか。なんか上がれなかったですね。最高打点多分3900とかで、手が入った時全然上がれなくて、まあ、スピードもなんかあんま追いつかなかったですね。かなり苦しい一日というか、親番が本当にすぐ終わらされてしまうというような。ねえ、なんか今までで一番手が入っててやりやすい形とか多かった気がするんですけど、ちょっとね、上がりに結びつかなかったですね。ちょっと特に大谷さんがね、すぐ上がるような結果が多かったですよね。早かった、はい、本当に早かった。最後の勝負手も、ね、あれーサクッと悔しい。そう、もうちょいやらせてほしかったですよね。いや本当にもうすぐね、チュンポンしてテンパるんじゃないかみたいな、そんな一日でしたね。柴田プロいかがでしたか。そうですね、なんか負ける日だったからみたいな手配ですね。本当さばき手だけ決まって、大手がね、スピード間に合わないみたいな、負ける日の典型的パターンみたいな感じで、でもお相撲が押してね、きっちり上がりましたしなかったところは、いいところだと思うんで、まあ、こういう日もあるんで、まあしょうがないっちゃしょうがないですけどね、はい、ちょっとトータルポイント考えるとちょっときつかったっすね。そうですね、もうしょうがないとか言ってられないんですよね。今日こそはというような、はい、そうだったんですけどね。まあ、2節にかけるしかないですね。はい、はい、というところで、井上プロは本日がマイナス 37.6 でトータルがマイナス 181.0 ポイントと、なりました。次回の、タクがですね、6節 A 択対戦相手が山脇プロ、東プロ、二階堂ルミプロとなっております。次回への意気込みをお聞かせください。はい、今日始まる前残り3節でプラス100しないとちょっとまずいなっていう状況だったんですけど、マイナス増やしちゃって残り2節でプラス100でもちょっと厳しいので、とにかくちょっとね、大きなプラスが取れるように次節頑張りたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました、お疲れ様でした。本当にね、こういう今日こそはっていう日で何もやらせてもらえないというような一日は苦しいですよね。でもどれぐらいですかね、だいたい残留のボーダーが50ぐらいなのかな。はい、はい、次のインタビュー中田プロです、お疲れ様でした。お疲れ様でした。本日一日戦っていかがでしたか。はい、そうですね、前回あまり受けなかったので、
まあ、今日までがラストチャンスかなと思って上を目指す、はい、でもちろんプレーオフに引っかかる可能性は全然あるんですけども、ちょっと上位3人に入るとなると、うんうん、まあ、偶然すごいついてる日にたくさん勝つこともあるんですけど、まあ、そういう偶然を目指すよりもここからはちゃんと引き締めて降級しないように、今年は去年ちょっとヒヤヒヤしたので、うん、今年はもうちょっと来節から変えようかなと思ってます。今日はいっぱい勝とうと思う打ち方をしたんで、はい、打点を結構狙っていきました。いや、そんな中でも、はい、今日の、まあ、一番なんかいい一局だったなと見ていて思ったのは、3回戦ですね、南三局一本場、まあ、前局ドラさんの手上がれずからの、はい、次あのチートイツとメンツェのイーシャンテンから3ピンポンしてのドイテで4戦オール、はい、もうね、解説の柴田プロがいやでもこの手泣けないですからねって言ってたら、もう泣きそうですよね、柴田さんもね。いや泣かないですよ。いや、僕はこれ泣きたいけど泣けないなみたいな、チートイツのね、いいシャッテンに覚えてたんで、はい、ピンズの下がすごい安くなったんで、ね、あ、そうですね、いや、ピン3ピンはめちゃくちゃ狙いやすい街だったな、テンパイまでは行きそうだなと、うん、まあ、上がりまであったのはラッキーでしたけど、うん、先輩は多分チートよりあっちの方がしそうですよね。でも結構オリジナルですよね、うんうん、やっぱ仕掛けが少なくなってきてね、はい、ちょっとやっぱり風量率下がってるのは自分でも分かってるんですけど、うん、やっぱそれがやっぱマッチしてなくて、うん、でもやっぱもうここまで来たらこっからバタバタするのはちょっと危ないので、うんうん、あのサブロピンのウーピンドランコの時もチーテン取れなかったですもんね、はい、そうですね、リャンソーからチーテン取るべきでしたね。やっぱ想像が高くなりそうだなっていう感じはちょっとあって、ちょっとね、あの手泣いちゃうのもったいないなと思って、あ、そうですよね、思ったんですけど、大体泣いた方がよかったですね、今日最初も。最初もドラドラの単葉の手の時にリャンマン打たれたのをポンして繰り返してもよかったんですよね。なんかやっぱいつもの泣いてるようなのはだんだん泣かなくなってきて、なんだろう、なんでしょうね、やっぱり平均値を求めようとしてるのかなって、やっぱちょっとチャレンジ精神が減ってきてますね。逆に言えば、じゃあ、あのトイトイの時はその以前のような、はい、なんか泣きをちょっと取り戻したというか、あ、やっぱ馬強ですよね、馬強によって、たまたまああいう馬強になったから泣けただけで、やっぱりあんなにイースピンが出てなかったら泣けなかったんで、はい、うん、ちょっとあともう一曲すごい聞きたいことあるんで聞いていいですか。はい、4回戦のない曲、はい、あの両面両面とせずにウースを切った曲、ソーズ56から、あ、スチーソーとスチーピンみたいになる時ですよね。そうです、そうです、あの時ももうソーズが悪いなと思って、はい、スチーソーは多分ダメだなって、スチーピンの方がいいなって、うん、まあ馬強の感覚なんですけど、はい、で結局3三個でピンフにならない手なので、そうですね、ピンフにならないんだったら両面取っとく必要ないんで、うん、最終形は3ポーンがいいなと持ってましたけども、諦め半分でしたね後半は。いやでもあれ嘘を切るっていうのはなかなかの勇気なので、すごい面白いというか、うん、中さんらしい選択で非常に面白かったです、うん、柴田プロどうでした。そうですね、まあ本当に泣きがなんか減ったって感覚は全然ないですけどね。いやでもね、それで結果出てるんですからね、それでもなんか改善してる中田さんがすごいなっていう印象ですけど、ちょっとね、アベレージはちょっと良くなってるんですけど、うん、やっぱりたくさん勝つ日がほとんどなくなってしまったので、うん、あ、そうなんですか。やっぱ勝てる麻雀じゃないと負けない麻雀打ってるかなって感じは最近してるんで、ちょっともう一回ね、来季からチャレンジ精神を持ちたいんで、うん、今季はちょっとまとめる感じですいませんが、はいはいはい、ということで、中田プロは本日がマイナス 23.6 でトータルがマイナス 14.2 となっております。次回の卓組が第6節 D 卓、対戦相手が二階堂明プロ、川原プロ、菅原プロとなっております。次節への意気込みをお聞かせください。はい、次節すごい勝ってる人たちで強い人ばっかりなんで、はい、まあ本当引き締めていかないと、もう本当に高級ゾーンには入りたくないので、うん、なんかしっかりした麻雀を打とうと思ってるんで、はい、ご期待ください。応援ありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、お疲れ様でした。まだ進化をし続けてるんですね。はい、中田さんもういいじゃないですか。そろそろ。い
やもう勝たなくても勝つ麻雀からその負けない麻雀みたいな話ありましたけど、ね、我々から見るとやっぱ勝つ麻雀みたいなイメージありますよ ね。はい、ということで次のインタビュー、広岡プロです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、本日一日戦っていかがでしたか？そうですね、なんか結構あと一杯いっていいかな、打ちたくないなってちょっと引き気味なところが何箇所かあったなと、うん、はい、なんかもうちょっとなんとか、ね、稼げるところあったんじゃないかなと、うん、いう感じですかね。なんかちょっと細かい気になるところが何か何箇所かあったのでちょっと悩みました。いやー、でも本当広岡さんに一つ質問なんですけど、はい、一番好きな役って3色ですか？3色あまり好きな役は気にしてないですけど、 ですか、はい、でもギャンハン役は好きなのが、リャンハン役は好き。逆にイペコが嫌いですか？イペコ嫌いではないんですけど、なんかイペコが3色かって言ったら3色の方が逃したくないなと思っちゃいました。ね、そういう勝負手が2回ありましたよね、はい、そういう3色とイペコが選べるようなね、はい、そうですね、うん、なんか一番なんか上がり逃して悔しいやつにを選択しちゃったんですけど、うん、どうだったのかなと、うん、いろんな選択があったような曲が多かったですよね、うん、はい、うん、なんか特に僕は面白いなと思ったのは2回戦のトーン1曲、はい、親でドラ3ワンで、はい、マンズが5、まあ、下で一メンツと5、6あって、はい、ソーズが4、5、6、6、7、はい、キンズがカウンピン4、6あってチュンがトイツありましたね、はい、ここからローソーチーソーと切ったんですよね、はい、確か4、5にして、そうですね、結構なんかその両面2つとかにする人も多そうですが、そうですね、かなり3色を見てるなという、はい、でチュンも泣かずでね、はい、うん、ちょっと一番ちょっと逃したら悔しいのを欲張ったんですけど、それもなんかどうだったのかな、親番だったからなんかもう、そうバランスですよね、親番で結構ねもう3色にするには愚形残りで、そうなんですよ、があるんで結構決まったらやっぱ高いけど、決まる確率よりも上がりの確率、ね、あの両面にした方が連チャンの確率は相当高いんでって感じなんで、まあね、どっちがいいかは分かんないですけど、ちょっと検討の余地はあるかなみたいなところではありましたよね。はい、ちょっともうちょっと帰って、いやいや全然悪いとは言ってないですよ本当に、ね、本当に悪いとかじゃなくて、本当スタイルはね、うん、辛くも大事なんで、はい、うん、それこそね前節では3そういうね姿勢が3倍マンの上がりにつながったりなんて曲もねありましたから、うん、本当になんか高い手を目指すプレイヤーなんだなというのが非常に伝わった、うん、まあ、それも個性でいいですよね、それを伸ばしていけばね、はい、思います。柴田プロ他に何かありますか？そうですね、はい、まあ言い切っちゃいましたけどまあ本当にね、その、はい、手役なんかフーロは低いですね、フーロ率はっていうより面前派ですよね、うん、あんまりなんか得意に思えないです。ちょっとなんかまあそれはいいと思うんですけど、卓球はちょっと苦手意識あるので、うん、まだまだ勉強中です、いろいろ。そうですね、でもいいですね、はい、若くて勉強することがたくさんあって伸びしろしかないってことですもんね。そうですね、はい、うん、なんでこのままね、はい、ええ、強くなっていただければと思います、はいはい、頑張ります。はい、はい、というところで、本日がプラス 21.7 ポイント、トータルがマイナス 55.7 ポイントと、なりました、はい、次回の卓がですね、はい、第6節 B 卓対戦相手が、魚谷プロ、鈴木プロ、高宮プロと、まあ、魚谷プロとは連戦になります。次節への意気込みをお聞かせください。はい、ですね、本当に毎節毎節ね強い相手ばかりで、もう私なんかまだまだひよっこなのでちょっと恐れ多いところがたくさんあるんですけど、なんとかまた来年も A で戦えるように、はい、頑張っていきたいなと思いますので応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやまた大谷さんとかって思ってるかもしれないですね。ね、いやまたあいつかよみたいな、はいはい、という大谷さんがね、まあ、ね、次最後のインタビューとなります。はいはい、ということで、インタビュー大谷プロです。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。本日一日いかがでしたか？そうですね、ついてたんですけど、ついてたんでちょっと3回戦ちょっとなんか体調悪くなっちゃってちょっと集中力に欠けたなっていうのでもったいなかったなって感じですね。はい、
なんか具体的にこの曲微妙だったなとかなんかありました？オーラスですかね。オーラス、はい、はい、あのまあ広岡さん、ちょっと私が頭がぼーっとしてて、うん、広岡さんのまあ条件が結構軽かったんですけど、うん、ちょっとあのあんまり条件のこと考えずに地層を結構サクッて打っちゃったんで、はい、条件のこと考えれば、あ、ドラゴローソーのやつですかね。あ、そうですね、はい、条件のこと考えればもう降りれもいいような手配だったので、うん、はい、そうですね、まあドラの老僧出てきてるから、まあ最低でもいいし、暗転でテンパイも普通にありえる状況で打ったらラスってしまうので、あそこのラスはちょっと良くないラスでしたね、はい、うん、確かに強卓と積み棒がたくさん出てて、はい、疲労が実は2600でも嬉しい状況だったというようなところでしたよね、はいはい、柴田プロいかがでしたか？そうですね、まあでも着実に積み重ねてね、なんか3回戦がね、リャオマンの発生報酬とかも仕方ないですし、まああれはそうですね、うん、どうしようもないんでね、まあ、まさか沈むまではいくのはね、ちょっと痛かった、ね、痛かったですけど、はい、でも、ね、きっちり打ってまとめて、さすが大谷さんって感じだったと思いますけどね、あの1回戦のオーラスが結構自分的には、はい、おお天才だなと思ったんで、うんうん、言っちゃう、はい、思ったんで、結構今日はちょっと気分よくやってたんですけど、ね、なんか、はい、なんだろう、まあ、井上さんはもうすごい調子悪そうなのはとりあえず置いといて、うん、中田さんもあんまり調子よくなさそうだったんで、なんか、まあ、広岡さんがその分なんかすごい強くて、すごいなんかしっかり打ってるなと思って見てたんですけど、なんか調子悪そうな子2人がいたので、ちょっと展開的にはやりやすかったというか。風使いになったんですか？ 風は使ってないんですけど、そうですか、はい、あのいや中田さんが調子いい時って結構きついんですよ私、うん、やれることを全部制限されちゃうイメージがあるんで、てか中田さんとはすごいもうたくさんやってきてるんで、うん、嫌いってことですか、はい、ん嫌いってことですか？嫌いじゃないですあ、そうすか、はい、あの、まあ、もうそんな嫌いな選手のことそんな注目しないと思うんですけど、あ、はい、あのやっぱあのリーグ戦でもそうですし、桜花でもあの同じリーグで結構戦ってきているので、うん、中田さんの調子のいい時は多分全部かわしちゃうし、あの親とか連チャンもさせてもらえないし、大物手も決めてくるし、でも結構手がつけられない感じになりやすいんですけど、うん、今日は調子悪そうだなっていうのがなんかこう見て取れたというか、静かだったんですよね、あんま全然泣いてないというか、はい、なんでちょっとそこがやりやすかったかなっていう感じでした。はい、はい、お互いこれまで何度も戦ってきたからね、あるというそういうね、なんか調子とかによる、まあ、駆け引きといいますか、うんうん、もあるというところで、はい、まあ、今日は非常にもう上がり率も相当高かったんじゃないかというような、そうですね、下がっての安定した、はい、なんかあの1回戦とかあれこれ積もるんだみたいな街のやつとかを全部なんかこう買ってたんで、まあ逆に3回戦でレアワン掴んで8000宝珠になるぐらいが、まあ今日いっぱい積もってきたらしょうがないなって感じですね、はい、まあ1回ぐらいはこういうのあるよねみたいな、イースソーの振り手に位置とかもね、いやイースソーなんか1万円くらいいないのかなって思って、むしろ4の方がとかって贅沢なこと思ってたんですけど、イースソー3枚ありました、はい、いや、あ、そうなんだ、そうだから3が自分から4枚見えたんで、うん、イースソーちょっとくらいないのかなって思ってたんですけど、うん、残念です、ワンバイト深いとこみたいな感じでした、ね、うん、なるほど、はい、はい、というところで、大谷プロは本日プラス 39.5 ポイントでトータルがプラス 65.7 ポイント、暫定3位まで上がりました、はいはい、次節の宅組がですね、第6節 B 宅対戦相手が鈴木プロ、広岡プロ、高宮プロとなります。次節への意気込みをお聞かせください。はい、そうですね、今日が結構大事で、プラスするなら決定戦、はい、ベースだし、マイナスしたら残留ベースだった日だったので、はい、今日プラスしてもさすがに高級はそ、まあ、よっぽど大きくマイナスしなければ見なくていいかなっていう位置まで来れたのがとりあえず収穫で、はい、あとはこう2節プラスプレーオフでいかにこうもうちょっとプラスしないと厳しいと思うので、あのプラスを積み重ねて決定戦に行けるかの勝負かなと思ってるので、はい、決定戦行けないと結構寂しい冬になってしまうので、まずは決定戦行けるように頑張ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。
いや今の魚谷さんのインタビューを聞いて永田さんはよし来季泣き増やすぞって思ってるかもしれないですね。そうね、はい、ちょっとやりやすくさせてる場合じゃないと思ってるかもしれません、うん、はい、というところで、本日は、第5節 B 卓1回戦から4回戦まで終了いたしました、次回の、第5節 C 卓の出場選手は、鈴木彩香プロ、伊達有沙プロ、内田みのりプロ、北条恵美プロの4名となっております。こちら黄色くなっているところですね、はい、実況は鳥谷幸典プロ、解説は白金崎プロとなっております。次回もお楽しみに。それでは本日解説にお越しいただいた柴田プロありがとうございました。ありがとうございました。皆さん本日も長時間のご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さようなら。